それはぁはぁはぁ全部食らいついて全部奪うつもりで行くんで、相手は多分そんなモチベーションないと思うんで、格闘に対して挑戦する立場なんで、おもろいっすよね。よし、じゃあはぁめちゃーはぁはぁはぁワンツーはぁめちゃワンツーはぁワンツーよけです、それとはぁめちゃはぁ左のほうがいいんだ。飛び込んでするとはぁよいしょはぁワンツーフック上にはぁはぁじゃあはぁじゃあはぁミドルはぁミドルはぁワンツーはぁするとはぁフックするとはぁジャブジャブするとはぁするとはぁワンツーフックするとはぁワンツーフックするとよくするとはぁはぁめっちゃはぁはぁ残り30秒。ワンツー左アッパー。むちゃ。はぁはぁジャブジャブすると。はぁはぁすると。はぁフックすると。はぁフックするときにすると。はぁはぁ左フックまで。はぁはぁはい、では囲み取材を始めたいと思います。まずはオフィシャルから質問させていただきます。はい、大会当日まで、残りあと6日。なりましたけれども、現在のコンディション状態を聞かせていただけますでしょうか。コンディションめちゃくちゃいいっすね。キレがなんかさっきの公開練習で見せたんですけど、いつもよりキレがいいっすね。もう最高っす。いや、一番いい、ここ最近で一番いいコンディションで来れたのかなと思ってます。調子がいいっていう話ありましたけど、かなり体からピリピリとしたムードも漂ってたと思うんですけど、はい、自分でいかがですか。そうですね、もう本当あのコロスケで行こうと思ってるんで、本当もう倒すか倒されるか、てか倒しに行かないと勝てないと思うんで、まあ、今回判定になったら引き分けになっちゃうんで、もう自分は本当相手が築き上げてきたものを全部食らいついて全部奪うつもりでいくんで、もう倒す気しかないですね。もう気持ちは整ったって感じですね。そうですね、もう怠慢の前って感じです。なんか試合前っていうよりも、なんか明日は本当喧嘩しに行くんだみたいな、こう橋の下に向かっていくような気持ちですね。昔を思い出すのはありますか。いや、なんかありますね。なんかこうやっぱここ最近ってどちらかというと自分が青コーナーですかね、後入場の試合の方が多くて、やっぱりこう挑戦じゃなかった、こうどちらかというと受け立つ立場だったんで、今回は挑戦する立場なんで、おもろいっすよね。そのめちゃくちゃやる気あります。やる気がモチベーションが高いっすね。で、逆に相手は多分そんなモチベーションないと思うんで、格闘に対して、だからもう本当試合でやるだけっすよね。